どうも、KU ポニーで監督をしている野崎昌司です。僕はこれまで小中高大学生延べ2000人ほどに指導してきました。その中で感じた教育やコーチングで大事だなと思うことについて、このラジオでは発信をしていきたいと思っています。さて、今日のテーマは、瞑想で心を整えるということについて話をさせていただきたいと思います。僕のチームではですね、最近はあんまりやってないんですけれども、瞑想っていうものを、ちょくちょく取り入れたりとかしています。最近はキャッチボールの前に1分間ですかね、瞑想したりとかも、しているんですけれども、これが何でしているのかということですね。今いるチームの子たちにも聞いてほしいと思いますし、あとは中学生や小学生の指導をされている人にも、聞いていただきたいなというふうには思うんですけれども、まず一つ目は心を静めるということを、意識してやっています。で、やっぱりどうしても今の時代っていうのは、テレビであったりとかスマホであったりとか自分たちの、目の前にあることばかりにとらわれすぎてしまっていて、ストレスが多い社会だと言われているんですよね。で、目の前に起きる、事件とかニュースとかそういったもので、心が、浮き沈みしたりとかですね、そういったこともありますし、あるいはスマホを使って、LINE を使って、あるいは SNS を使って、常に周りの人と、つながっているというか、つながっていなければ不安っていうところですかね。そういったところがあるんじゃないかなというふうに思っていて、で、自分を見つめ直す機会がやっぱり少ないじゃないかなというふうに思っています。で、思っているっていうのは僕自身はまだまだ32なので、何を若者が言ってんだって言われそうなんですけども、そういうふうに言われていると本で、読んだので、そうなんじゃないかなというふうに思っている、わけなんですけれども、で、やっぱりそうやって、いろんな情報に触れすぎるとどうしても頭でっかちになって頭で考えてしまうことが多いんじゃないかなというふうに思っていて、僕は何がしたいんだとか今何が必要なんだとかいうふうに、頭でこれだこれだこれだっていうことをたくさん考えてしまいがちなんですけど、それが全て、悪いわけではないと思うんですけども、やっぱり一旦頭の活動を休めるということも必要なんじゃないかなというふうに思っていて、で、その一つが瞑想なのかなというふうに思っています。で、寝ている時間っていうのは頭は休めていると思うんですけども、あれは無意識の状態だと思うので、意識的に1日に、1分でもいいですし長ければ5分でもいいですし、そういった時間を意識的にとって頭の中をゼロにすると、この瞑想をしているときはできるだけ何も考えないで、心で、自分の体と対話して、ありのままの自分を受け入れるってことがすごく大事かなと思っていて、そういった心の持ち方をできていると、練習態度とかあるいは試合での、浮き沈みもなくなって、一定の結果を残せるんじゃないかなというふうに、僕自身は思っています。で、昨日ですね、やるぞやるぞって言うなっていうことのテーマで話をさせてもらって、相手チームの選手からやじられても、大丈夫ですって言ってる選手がいたんですよね。そういった選手はもしかしたら家で瞑想とかしてるのかな、心の沈め方とかを、練習して、積み重ねてきたのかなとかっていうふうに思ったりもするんですけども、こうやって相手っていうのは自分自身の心をかき乱してくるようなことをするんですよね。声で潰してくるとかももちろんそうだし、あるいは自分がピッチャーだったとしたら、盗塁の時に、盗塁をする仕草をしてみたりとかして、心をいかに動かせるか動揺させるかっていうことをやってくると思うんです。それがレベルが高ければ高いほどうまいことをやってきたりとかね、サイン盗みをしてみたりとか、ランナーコーチャーの動きが変だったりとか、あるいはもう最悪のチームはスタンドからサインを出しているとかあるんですよね。そういったものに、
惑わされない。心をしっかり沈めて、相手のバッターを見つめて、やっていると、自分がどんな球を掘ればいいのかっていうことが見えてくるんじゃないかなというふうに思っていて、これは今流行りのね、鬼滅の刃の全集中の呼吸とかもそうなんですかね。で、呼吸に集中して、自分のやるべきことを集中して、相手をしっかり見て、鬼を倒していくということが、この前鬼滅の刃の映画を見て思ったんですけども、全集中の呼吸ってこれいいことを言ってくれてるなと、今の子供たちにすごいいいことを言ってくれてるなと思っていて、今は小学生からもスマホを見たりとかして YouTube を見たりとかしていっぱいいろんな情報を知ってるんですけども、どうしても頭でっかちになっているのがあるんじゃないかなというふうに思っていて、そういった子たちにも、いや鬼滅の刃で全集中の呼吸ってあるじゃんみたいな、あれを、やるっていいと思うよみたいな感じで、少年野球のコーチが選手に言ってですね、毎回キャッチボールの前でルーティン化してみるとかいうことも、とてもいいんじゃないかなというふうに思っています。で、いろんな人が、瞑想は大事だと、で海外ではこれをマインドフルネスとかっていうんですけれども、YouTuber のメンタリスト DAIGO さんであったりとか、いろんな人がですね、こうやって心を鎮めるとかっていうことを大事にされているので、やっぱり成功している人とか、会社経営されている人とか、上に上り詰めている人たちはこういったことをやっているんじゃないかなというふうに思っているんですよね。やっぱりそのいろいろ情報が入ってくるからこそ、自分が今何が大事なのかっていうことを、頭で考えるのじゃなくて、心で、自分の気持ちと対話して、今日やるべきことをしっかりと、やっていくということをしていけばいいんじゃないかなというふうに思っていて、小学校とか中学生のうちにこういったものを癖づけたりとかルーティン化できると、どんなすごい選手が生まれるのかなっていうか、すごい選手だけじゃなくてね、人生トータルに考えたときに、成功者で、あるように僕たちは教育していかなければならないと思っているので、この瞑想ですね、ご家族でもいいですし、チームでもいいですし、やってもらえたらなというふうに思っています。で、こういったものがありますよっていうことの、参考文献を、下に載せておきますので、よかったら、購入して読んでいただけたらなというふうに思います。はい、ということで、今日のテーマは瞑想で心を整える全集中の呼吸ということについて話をさせていただきました。それでは素敵な一日をお過ごしください。野崎昌司でした。